新成人の皆さん、この度はご結婚おめでとうございます。皆さんが七五三の卒業式を終えてから早いもので、全く月日は経ってないんですけれども、枕の下のトタン屋根とはすごくうまいことを言うもんだなと、しみじみ感じます。しみじみということでね、これが、今まで育ててくれたお母さん、そして、お父さんはお前だ、ということでですね、これからも本当に大人の丸三角、自覚を持って頑張って